Welcome to the Gundam Moon。 どうも、チェビです。今回はテキサスコロニー、またもやでしょうか。なんか流れが 7B 行こうぜ、 Yes 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 という流れだったので、まあ行っちゃおうかみたいなね。よいしょ。潰せ潰せ。こんなら敵は戻ってくるからね。最低だ。ちょっと入れた？いや入れてねー。残念。せめて3取れるとまた違うんでね。ここから3、5とかいいんで。いけるかなと思ったんですけどね。拠点を占領した。おいおいおい、どんだけだよ。マンバ漬け、マジマンバ漬け。入ってない。当たってねー。なんていうことでしょう。こういくんだったら押し切らないと。完全バックダッシュ。久々に見たね、あの感じ。生き残れ。このタイミングでここに置いておくんです、防衛的にね。敵のネズミを対策用のも見つつ、
そこだ。この程度で被害報告はいらんぞ。さあ行くぜ。ちょっと入ったからいいんです。ちょっと入ったからいいんです。やべ、マクベ死んだ。3維持が難しいね。あのね、ジオンもインファイターなんですけど、連邦の一番の機体であるアレックスもインファイトなんですよね。いつかなってね、簡単に言うなって感じなんですね。削っとこう。回収優先。回収を迅速に行ってやる。退避させてもらうよ。諦めるな。修理をしよう。おー、何食らった。なんでそこで今出す？あ、捉えてるから？必要ねえだろう、そこの。それは必要ねえだろう。どう考えても。よくやった、褒めてやる。
体力があんまりないっす。ああ、すぐオーバーヒート。オーバーヒート多いな。核出ましたね。まあだけどネズミ、まあそれこっち行こうよ。マジかよそれ。マジっすか、それ意味あんの。それは本拠地行こうよ、いくらなんでも。回収優先、まずは回収が先決だ。お前は、いると思った？残念、いませんから。まだ狙うよ。いると思ったら間違いやで。そこで出た。ここにあんのね。そこに補給を出しとく。まあ、こっちの補給は硬いっちゃ硬いんですけどね。後出してもいいと思うんですけどね。来た来た。
する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。見せてほしいものだな。いいんですよ。使い捨て。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。こいつの場合は地下ですね。皆さん切りまくってください。3分でしょ、まだ3はおろそかにしちゃいけない。まあもう通らないならね。俺行くのかい君。ほうほう。立てたーん。ガンガン行こう、ガンガン。回収を優先させるぞ。撃ってきた？あ、違った。挑んできた勇気は何だ？よしよ。10秒。命がけで回収よ。やったね。回収を急ぎましょう。挑んできた勇気は褒めてやろう。よっしゃ、あと19秒。
よいしょ。よいしょ。あ、いいねー、この子いいねー。ビームナイフ超痛いからね。ビームシューターレベル5です。だから火力はあるんですけど、それ以上にマンバズとかアレックスの方が火力あるっていうだけで。立ち回りですね。正面からは無理です。まあ、なんで、こういう感じで。ギツツって感じですね。いやー、本当はね、もっとネズミに行こうかと、一回行けたんですけど、ネズミに行こうかと思ったんですけど、割とレーダーがしっかりしてたので、で、かつ、逆転しそうだったので、歩兵戦にシフトしました。よかった。ちなみにこの2ついきましたね。これで気持ちよく本日は寝れそうです。よかった。割とこの編成いいですね。いけてる感じございます。ちょっとね、少し光明が見えてきたかなっていう感じなんですね。意外とアクトサークマレットが、意外とというか使えるっていう、ビームライフルありなんじゃねえのっていう話で私は動いてるわけです。結局、アレックスのマシンガンよりも、遠距離で射程でできるんで、こっちの射程が勝てるんですけど、まあ、バズーカ食らったらもう終了なんですが、そう思うんで、一応こいつのもね、で、バズーカはもう完全にですね、積載をキープするためにやってるんですが、ジャイバズにしてるんですね。積載がないんですよ、あれ、こいつの特徴として。なんで、F じゃなくて、F バズーカじゃなくて、ノーマルにします。空中で当てればそれでもこかせられると250なんで、バランス250以下はこかせられる。まあ、レックスはだからこかせられない。どうせ F バズでもあいつはこけないんで。まあ、空中で当てれば別ですけど。だったら、まあ、敵から中距離からガンガン撃てる、要はこの、本当に、バズーカとビームライフル、銃撃的な距離。まあ、ちょっとね、ビームライフル F は射程が短いんですけど、600というね。それでも、まあ、アレックスの射程、あれ、ガトリングガンよりはいいので、いいのかな。まあ、トントンなので、火力も高いんでね。そこをうまく使っていきたい感じでございます。まあ、それでもきついのは間違いないんですけど、ただこういう形で、今みたいな最後のシーンみたいな形でできるので、乱戦は強いですね。ただ、もうこのゲームは、叩いたになったらもう完全に、流れ玉で死ぬゲームなので、叩いたを正面からやるのはもう無理ですね。ジオンは盾持ちがいないので。まあ、こいつは盾持ってますけど、それでも、厳しいです。ケンプファーとかを流れ玉で死んじゃうのでね。そんな感じでございました。それではですね、こんな感じでしたけども、最後まで見てくれて。いやー、よかったです。なんとかね、最後までいける。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。